近年目覚ましい経済成長を遂げた台湾。島全体が休むことなく躍動を続ける。そこを南北に貫く大動脈が2007年3月新たに誕生した。台湾新幹線、すなわち台湾高鐵だ。使用されるのは日本製の 700T 型。これが新幹線車両と新幹線システムの海外への初めての輸出となった。最高時速300キロ、台北増員間を1時間半余りで駆け抜ける。世界で最も南、美しい熱帯の風景の中を走るただ一つの高速鉄道、台湾高鉄。その魅力のすべてを余すことなくご紹介しよう。